公益財団法人日本アイスホッケー連盟は日本国内においてアイスホッケー競技を統括する国内競技連盟である。1972年に日本スケート連盟より独立した。国際アイスホッケー連盟にはスケート連盟時代の1930年より加盟している。2011年9月1日公益財団法人に移行。同連盟は2013年秋に 役員の選出をめぐって事実上執行部が二分され、分裂騒動として話題になった。元々のきっかけは、常務理事、教科本部長を務める坂井俊之が、同年7月に突然解任されたこと。これに、理事の選出権限を持つ、評議員の一部が反発し、同年9月の役員会選では、坂井支持派である、評議員会が推薦する理事が5人当選した、一方で、 新会長に就任予定だった武田つ次側の推薦理事が4人しか当選しないという事態になり事実上理事会が分裂した。当時会長だった奥住つ次側では評議委員会の推薦理事は規約で定められている役員推薦委員会の承諾を受けていないことを理由に評議委員会の推薦理事の当選は無効だとしてスポンサーである。 高須勝次らと共に徹底抗戦すると主張。一方、堺支持派は11月2日に理事会を開き、内閣府公益認定党委員会から9月の評議委員会の決議内容に問題はないとの回答を得たとして、新執行部が正当な執行部であるという前提の元弁護士である主順子会長代行を中心に問題の収集にあたる方針を示した。 新執行部では、旧執行部の人間であろうと、理事会に出席するのであれば受け入れるとの考えも明らかにした。結局同年11月24日の臨時表議委員会で、11月30日に理事会を開催して、午選により会長以下の役員を選出する方針を内定。実際には12月7日に開かれた理事会で金子正史会長、 中島正隆専務理事などの新執行部を選出した。これにより分立騒動は収束するものと見られている。ありがとうございます。